皆さんこんばんは、キズナ長崎です。久しぶりにちびまる子ちゃん、あー日曜日やなって感じがしますね。秀次、今日は秀次の誕生日やったっちゅうことでやってますけれども、ちょっと切ります。よいしょ。恐竜軍団ピヨピヨ白竜です。よいしょ。どれだけのレアが出てくるんかな。14ピヨちょっと並べれなかったんで他のところにおりますけれども、ちょっと置けないのでだいたいいつもおるようになりました。初代ピヨピヨ絆です。でキララちゃん、賑やかになりましたね。スズメのマロン、いつもだいたい隣におりますミニピオ軍団代表でレモンです。今日久しぶりにこのクレーンとやったんですけどね、まあここ取れただけでもよかったかなって思いました。そして気になるピヨピヨが前回ずっとなかったんですけど、いきなり今日1個だけ現れて、あれなんだと思ってね、少しあの髪の毛を切ってですね、目の周り後ろのお尻のところ札を取って水平に、前か後ろかを足回りを揃えて目線が上に来るようにしてます。ピチのですね、右側がピチって呼んでるんですけれども、カミカミやな、妹ができたっていうことでよかったね。ピチめでたいちゅうわけでございまして、昨日友達からもらった鯛、一日寝かしたものです。いただきます。うん、なんともはやうまい。今日のビールはサントリーの麦とホップ、淡麗グリーンラベルっていうわけでございまして、ゆっくりいただきたいと思います。よいしょ。生のニンニク、よいしょ、入れすぎたか、話は出ないやろ。で、ゆずポンと塩レモン、ドレッシングでネギをちょっとつけまして、いただきます。うん、ネギがシャキシャキしてとても美味しゅうございます。うん、くーちゃんなんかね、なんかの原因かなんかついてたんかな、これくーちゃんがちょっとね、ここやったら低すぎるってことでここにおります。今日のスポットライトはもう賑やかになりすぎて、あ、おっちゃんはあのクレーンが取れても取れなくても投稿するものです。クレーンのですね、ゲームセンターとかいろいろありますけれども、面白さをですね伝えたくて、早もう今年で3年目ですか。うまい。今日のスポットライトは今日救出しました。
小白馬2匹と、まだね、名前がお友達がつけるって言ってましたけど、ピンクのピヨピヨです。